お疲れ様です。コーチの波龍です。自分からは自分らしいアグレッシブなプレーをピックアップしました。この動画のポイントとしては、リスクを取ることと最後まで観察することです。動画を流します。はい、この動画の解説の一つ目としては、数的不利のメニューなので、パスカットという選択肢を取ってリスクを取りました。パスカットの際には荒木の顔の上がるタイミング とタクの位置というのを気にしています。解説の二つ目は、荒木のクロスが腰の位置で寝ていたので、おそらく中段に来るだろうと思って横っ飛びをしました。これが縦振りをするようだったら7番に足から行っていたと思います。以上です。はい、これは左上で間を受けたシーンなんですけど、まずこの場面で、打ち抜きをしようとしてきてる、オンボールがしようとしてきてるので、そこに中に入られないようにヘッジをしてて、その後にパスを出された瞬間に自分のマークマンへ、限界まで押し上げて、で、止まるときに細かくステップを入れることで、完全には止まれてないんですけど、自分のスピードを減速して、次の一歩を早く出せるようにしました。で、その後に、縦ついてって、よくプッシュ。で、裏まで持っていくっていう感じです。以上です。こんにちは。東北大学男子ラクロス部1年 AT の吉田健生です。自分の勝った、昨シーズンのベストプレーを紹介したいと思います。右手前ショット、ゴール5番、ゴール7丸です。ケンセにパスして、ケンセクリア成功です。ケンス前からショット、ゴール。見てもらったら分かる通り、相手の攻撃が終わった後、すぐ自分が飛び出して、そのまま、フィールドに、すべてのフィールドを運んで、ショットして、得点という形になっています。やっぱりとてもこの試合はやっぱり最初のフルフィールドで絶対に点決めたいという気持ちで出ていたので、点決められてやっぱりガッツポーズも自然と大きくなってます。来年、今シーズンからは、1年生チームではなく、上級生のチームに混ざるので、上級生チームでもフルフィールドで得点を量産したいです。以上です。